長野は、長野県長野市の市街地北部にある地区。善光寺を中心とした地域で、1879年時点の、旧上見の地群長野町域にあたる。長野という市名、県名のもとになった地であり、この、長野という地名は、長戸町にある長野天神社から起こったと言われている。大和長野地内には口術の通称町名がある。 長野市の中心市街地の住所表記は複雑で、大技、長野、鶴ヶ、西長野、南長野の区域では、大技の回区分として、通称町名と、商事の2種類がある。住所の表示には、通称町名が用いられ、郵便番号も、通称町名ごとに個別に割り当てられている。住所は、長野市大技長野桜枝町のように表記することも、あるが、大技。 長野を省くことが半ば関連化している。また、通称町名の他に、上長野、五点といった小技があり、これらは、土地の陶器の場合などを除き、原則として用いないことが関連となっている。桜枝町内の地下工事基準地の住所を例にとると、以下の三通りの表し方がある。なお、本校では、住居表示実施により、新長名となった箱清水。 大技長野と大技西長野にまたがる王城地についても扱う。大技長野のうち、箱清水三丁目より北の山間部については扱わない。長野は長野市街地を構成する三大技の一つである。善光寺を中心に古くから栄え、明治期には長野県庁、1965年までは長野市役所が置かれていた長野市の旧市街地である。 現在では、長野駅周辺の発展により、市街地が南進し、長野県庁は、妻かえ、長野市役所は、緑町へ移転。大和長野は、善光寺を中心とした、県内有数の観光地区となっている。地域は、おおむね、南向き斜面となっており、北に大見の山がそびえる。周囲は、以下の大和町長と接する。大和長野の範囲は、 おおむね旧上見濃地群長野町の範囲に相当する。朝日町は、新州大学教育学部の南に広がる町。郵便番号は、380-0846。町の東側を県庁通りが、南北に貫く。周囲は、以下の町町と接する。朝日町内の県庁通り町域の半分以上を、合同庁舎や、教育会館、公園が占める。 静かな町。江戸時代の善光寺町には含まれず、明治以降に新たに起立した町である。町名は、町の西側にそびえる朝日山に由来するものと考えられる。1883年に、長野監獄本書が置かれて、以来、長らく町内の西半分は、刑務所が占めていたが、1960年に、長野刑務所が、須坂市に移転してからは、 その跡地に国の長野団地として観光庁施設が整備された。地区内の人口及び世帯数は32世帯68人。県庁通りを走るアルピコ交通、グルリン号の以下の路線系統が利用できる。伊勢町は善光寺の南東にある町。郵便番号は380-0854。町の中央部を東山道が東西に横切り。 北端には湯福川が投流する。東山道に沿った小さな町である。周囲は以下の町町と接する。江戸時代には善光寺の東の入り口として東大門と呼ばれ賑わった。善光寺町八丁の内新町の枝町であった。町名は伊勢社があったことに由来する。地区内の人口及び世帯数は十五世帯十三人。 八坂神社五祭礼で、屋台巡行をする五祭礼町20町の一つであるが、現在は参加していない。1919年に作られた白木造りの本屋台、踊り屋台、底抜けの林屋台を有していたが、2001年に踊り屋台と林屋台を元吉町に譲っている。町内に公共交通機関は走っていないが、 全光寺近辺を走る路線バスが利用できる。また、やや歩くと、長野電鉄長野線の全光寺下駅が利用できる。往生地は、全光寺の北西の高台に広がる町。大技長野と大技西長野にまたがる。郵便番号は、380-0867。周囲は、以下の町町長と接する。 市街地を見下ろす高台の住宅地である。この地には1933年に失業対策事業として展望道路が通されており、道路に沿って夕日が丘団地が造成されている。沿道にある大城地浄水場は1915年に給水開始した市内で最も古い浄水場である。もともとは狐池。 西長野町の各一部であったが、高台に位置する、この地域への配給事務が、両町にとって負担であったため、両町より分かれて1941年4月1日に、起立した。町名は、カルカヤ商人がこの地で、修行の末1214年に入着したことに、由来する。起立の経緯から、大技長野、 大技にしながのにまたがっているため、地盤の重複が問題となっている。地区内の人口及び、世帯数は331世帯800人。町内に公共交通機関は走っていない。上西の門町は、善光寺の西南にある町。郵便番号は380-0858。善光寺道庭の西側に沿った南北に細長い町である。 周囲は、以下の町町と接する。西の門町から、下西の門町を分けて成立した。江戸時代には、善光寺町八丁のうち桜光寺の枝町であった。二十町が参加する、屋台巡行で有名な八坂神社があり、上西の門町自体も、明治初期には、屋台巡行する五祭礼町の一つであったが、現在では、外れている。 地区内の人口及び世帯数は10世帯24人。町内に公共交通機関は走っていないが、善光寺近辺を走る路線バスが利用できる。八坂神社岩石町は善光寺の東南にある町。郵便番号は380-0855。周囲は以下の町町町と接する。北国街道の越後川の玄関口にあたり、 江戸時代には魚、海産物店が多く賑わったというが、現在では、閑静な住宅街。しかし、善光寺七福神の一つ、西宮神社の酔えびす、初えびすの際には、今でも賑わいを見せる。江戸時代には、善光寺町のうち、町年寄りの収める八丁の一つであった。町名は、町内にある善光寺七塚の一つ。 トラが塚に由来するという。地区内の人口及び世帯数は134世帯219人。八坂神社五祭礼で屋台巡行をする五祭礼町20町の一つであるが、現在は参加していない。底抜けの踊り屋台を有していて、現在は解体保存されている。町内に公共交通機関は走っていないが、 善光寺近辺を走る路線バスが利用できる。狐池は善光寺の西の山裾に広がる町。郵便番号は380-0866。周囲は以下の町町と接する。往生地の高台の崖下に位置する、閑静な住宅街。江戸時代には善光寺界隈の商人の隠居所、別宅として利用されていた。町名は善光寺七池の一つ。 キツネ池に由来する。地区内の人口及び世帯数は85世帯178人。町内に公共交通機関は走っていないが、やや歩くと全光寺近辺を走る路線バスが利用できる。境町は西方寺の北にある町。郵便番号は380-0863。横町通りの南に沿った小さな町。周囲は 以下の町町と接する。1874年までは、善光寺七院の一つ、阿弥陀院新光寺にちなんで、阿弥陀院町と呼ばれており、善光寺町八町の内西町の枝町であった。地区内の人口及び、世帯数は、32世帯65人。八坂神社五祭霊で、屋台巡行をする五祭霊町20町の一つであるが、現在は参加していない。 1903年に作られた白木造りの本屋台を有していて、現在は解体保存されている。町内に公共交通機関は走っていないが、善光寺近辺を走る路線バスが利用できる。桜枝町、または桜枝町は善光寺の西に広がる町。郵便番号は380-0862。周囲は以下の町町と接する。 桜枝町商店街町の中央部を桜枝町通りが横切る。この桜枝町通りは古くは西山方面から善光寺へと向かう街道の起点であったため各村からの生産物が集まり大いに賑わった。路線バスの発達に伴い衰えたが現在でも通り沿いに多くの古い商店が軒を連ね王子の活気を思わせる。 1874年までは桜工事と呼ばれており、全校寺町のうち、町年寄りが治める八町の一つであった。枝町として、上西の門町を治めていた。江戸時代明治時代頃にかけては、東町北東に安良町という町があった。地区内の人口及び、世帯数は265世帯479人。安坂神社5祭礼で、 屋台巡行をする五歳霊町20町の一つであるが、現在は参加していない。1895年に作られた欅作りの屋台を有していて、現在は解体保存されている。町内に公共交通機関は走っていないが、やや歩くと、全光寺近辺を走る路線バスが利用できる。以前は、川中島バスの中回り線が通っており、 町内には桜枝町停留所、山谷前停留所が置かれていたが、1991年に廃止された。新町は、善光寺の南東にある町。郵便番号は、380-0853。善光寺東山道の両側に広がる部分と、その北東の旧北国街道沿いの崖下に細長く、伸びる部分を町域とする。周囲は、 以下の町,町と接する古くは、現在の善光寺本堂付近に北の門町としてあり、善光寺本堂は、現在よりもやや南にあった。善光寺本堂が、現在地に移転するにあたり、1694年に、北の門町は、伊勢町の東の東三道沿いに移転し、新町と名を改めた。この際に、もともと当地にあった、河原崎町は、北東、 旧北国街道に沿った城山の崖下に移転している。その後、1987年5月1日に、地方自治法に基づき小技が大技長野技新町に改められ、河原崎町の名は消滅している。江戸時代には、全校寺町のうち、町年寄りが収める八町の一つであり、枝町として伊勢町を収めていた。 明治初期には五歳霊町の一つであったが、現在では、外れている。地区内の人口及び、世帯数は、124世帯278人。町内に、公共交通機関は走っていないが、長野電鉄長野線全港寺ラ駅の、他長野大通りを走る路線バスが利用できる。大門町は、全港寺の南に広がる町。郵便番号は、 380-0841。町の中央部を中央通りが南北に貫き、国道406号が横切る。周囲は以下の町町と接する。大門町内の中央通り善光寺の表玄関となる町であり、表参道沿いに多くの土産物店や旅館、飲食店が軒を連ね観光客で賑わいを見せる。 2001年には、空き店舗1軒が売却されるのをきっかけに、ビルなどの建設を防ぐべく、一体を土蔵などを生かした回遊型の商業施設、パティオ大門蔵楽庭がオープン。新たな観光スポットとして人気を博している。江戸時代には、全校寺町のうち、町年寄りの収める八丁の一つであった。旗子の営業を独占する特権を与えられており、 善光寺宿の本陣の他30軒ほどの旗子があった。東の門町にあった、口宿や権道町の水茶屋が、旗子のごとく営業するのに対して、しばしば訴訟を起こしたという。古くは、町の南東付近を、前坂町と呼んだ。地区内の人口及び、世帯数は、47世帯99人。八坂神社5祭礼で、 屋台巡行をする五歳霊町二十町の一つである。1914年までは、大門町上と大門町南に分かれて参加していた。大門町上から受け継いだ、大正初期政策の白木作り踊り屋台と、大門町南から受け継いだ、明治初期政策の底抜けの林屋台を有していて、二台、一台で栄光する。 大門交差点を中心に、アルピコ交通、グルリン号の善光寺大門停留所、大門南停留所の乗り場があり、以下の路線系統が利用できる。以前は、現在の大門町営駐車場の位置に、大門発着所があり、長野市のバスターミナルとして機能していた。建町は、新州大学教育学部の北東にある町。郵便番号は3、3 8 0 0八六四。 横丁通りに沿った東西に細長い町である。周囲は以下の町町と接する。江戸時代には前後寺町の内大本願が治める両御所前の一つであり、町年寄りの支配から独立していた。明治に成西長野町に県庁が置かれ、この近辺が官庁街となった時代には松本地方裁判所長野市長が置かれていた。 また1902年までは、上見の地群役所が置かれていた。明治10年代には、東町北東に新明町という町があった。地区内の人口及び、世帯数は63世帯121人。町内に公共交通機関は走っていないが、全校寺近辺を走る路線バスが利用できる。長戸町は、長野市立図書館を中心に広がる町。 郵便番号は380-0843。周囲は以下の町町と接する。町内にある長野天神社にちなんで1874年までは天神宮町と呼ばれており、善光寺町八町の内西町の枝町であった。町内に下長野という小技があることから長野町とも呼ばれ、これが後に県名ともなる長野の地名の発祥であった。しかし、 水内郡長野町が発足するにあたり、東町は一時変えて長戸町となった。明治初期には五歳霊町の一つであったが、現在では外れている。地区内の人口及び世帯数は82世帯137人。町内に公共交通機関は走っていないが、中央通りを走る路線バスが利用できる。 長野市立長野図書館西野門町は、善光寺の西南にある町。郵便番号は、380-0857。善光寺道庭の西側に沿った町である。町域の半分は、静止工場を核にした、観光施設、善光寺外苑西野門で占められる。周囲は、以下の町町と接する。西野門町から上西野門町を分けて成立した、町であり、 明治期までは、下西の門町と呼ばれていた。善光寺町八丁の内西町の枝町であった。地区内の人口及び、世帯数は、16世帯35人。八坂神社五祭礼で、屋台巡行をする五祭礼町20町の一つであるが、現在は参加していない。1893年に作られた底抜けの踊り屋台を有していて、現在は解体保存されている。 町内に公共交通機関は走っていないが、全光寺近辺を走る路線バスが利用できる。西町は全光寺の南西に広がる町。郵便番号は380-0842。町の中央部を国道406号が東西に横切る。周囲は以下の町町と接する。江戸時代には全光寺町のうち町年寄りの収める八町の一つであった。 枝町として、天神宮町、阿弥陀町、下西の門町を治めていた。講述する五祭礼屋台は大変豪華なもので、当時の西町の経済力を示している。町名は、大門町の西に並行する町であることに由来する。1871年に、中野県を廃して、長野県が置かれた際には、町内にある西方寺が、 県庁仮庁舎とされた。地区内の人口及び世帯数は以下の通り。西町上は八坂神社五祭礼で屋台巡行をする五祭礼庁20町の一つであるが、現在は参加していない。1793年に作られた総黒漆塗りの屋台を有していて、現在は長野市立博物館で展示されている。町内に 公共交通機関は走っていないが、中央通りを走る路線バスが利用できる。西方寺箱清水は、善光寺の北の山裾に広がる町。城山公民館付近を残して、住居表示が実施されており、箱清水1.2、3丁目がある。郵便番号は、380-0801。町の中央部を桜坂が、南北に貫く。 善光寺の北側の斜面に広がる町である。周囲は以下の町町と接する。町名は善光寺七清水の一つ、箱清水に由来する。江戸時代には善光寺領の水内郡箱清水村であり、1871年に水内郡長野町に編入された。1900年には当時認められて間もなかった弥生時が、 県立長野高等女学校の建設現場から出土し、箱清水式土器と名付けられた。箱清水式土器は、上田市などでも見つかっていて、千曲がり川流域の広い範囲に発達した、弥生時代後期文化のものとされている。鎌倉時代には、深田郷という号名が見える。現二丁目の中部には、1916年に、東の門町の芸儀が、 集団移転し、深田町と名付けられ下流街となった。下流街は現存しないが、旧町名として、バス停などに、深田町の名を残している。その深田町の東側の、現一町目には、三行町という旧町名が残る。地区内の人口及び、世帯数は、以下の通り。長野県道37号長野品の線を走る。 アルピコ交通の以下の路線系統が利用できる。箱清水1丁目、箱清水2丁目、箱清水3丁目。花崎町は、善光寺の西に広がる町。郵便番号は、380-0865。町の中央部を、西高通りが、南北に貫く。周囲は、以下の町町と接する。近隣に開かれた。 裁判所の裁判官や役人、弁護士、司法書士の町として、1886年に横沢町から分かれて起立した。現在でも、町域の半分近くは各公務員宿舎で占められる。地区内の人口及び世帯数は155世帯219人。町内に公共交通機関は走っていないが、やや歩けば、 全光寺近辺を走る路線バスが利用できる。東、後町は全光寺の南にある町。郵便番号は380-0832。町の西援を中央通りが南北に通り、南部をゴンドウアーケードが東西に横切る。周囲は以下の町町と接する。中央通りに沿った細長い町で観光客相手の飲食店や、 マンションが立ち並ぶ。江戸時代には、現在の西五町と合わせて、後町と呼ばれており、前行寺町のうち、町年寄りの収める、八町の一つであった。五町は、長野村と妻家村にまたがっており、後長野村五町が東五町となり、妻家村五町が西五町となった。五町という町名は、藤原定下の赤月期安定元年9月25日上に、 全光寺近辺号五町ためめ台の巨所とある通り、鎌倉時代に品濃国の五町が置かれていたことに由来する。地区内の人口及び世帯数は101世帯196人。八坂神社五祭礼で屋台巡行をする五祭礼町20町の一つであるが、現在は参加していない。 1918年に作られた底抜けの踊り屋台を有していて、現在は解体保存されている。中央通りを走るアルピコ交通の以下の路線系統が利用できる。東の門町は、善光寺の東に広がる町。郵便番号は、380-0852。善光寺道庭の東側に沿った町である。周囲は、以下の町町と接する。 東の門通り、新州善光寺中見瀬通りの東側に並行する、東の門通りの両側を軸とした町だが、町域の北東が大きく広がっており、長野市立城山小学校の高地で占めている。城山小学校付近には、1894年から1898年の間、長野町役場が置かれていた。江戸時代には、 全光寺町八丁の内横町の枝町であった。元六年間から町内に木賃宿が立ち並び始めたが、当時旗子営業の独占許可を得ていた大門町から訴訟を起こされ、二十六県に制限されたという。明治期には北部を本町、南部を法年堂町と呼んだようである。地区内の人口及び世帯数は十七世帯二十九人。 八坂神社五祭礼で、屋台巡行をする五祭礼町20町の一つであるが、現在は参加していない。大正末期に作られた2階建ての屋台を有していた。町内を走るアルピコ交通の以下の路線系統が、利用できる。なお、善光寺周辺では、路線バスは時計回りの一方向運行のため、長野高校方面に向かう場合は、善光寺を挟んで、 反対側の横沢町等に回る必要がある。東町は、善光寺の南東に広がる町。郵便番号は、380-0831。町の中央部を国道406号が、東西に横切る。周囲は、以下の町町と接する。東町通り江戸時代には、善光寺町のうち、町年寄りの収める、八町の一つであった。 町内の中心を南北に貫く東町通りは旧北国街道にあたり明治以降は問屋街として栄えたが戦後ほとんどが郊外に移転した現在では当時の商店や蔵を活かした飲食店、古書店などが立ち並ぶ町名は大門町の東に並行する町であることに由来する地区内の人口及び世帯は 63世帯136人。屋台を収める、東町屋台蔵。1階は、屋台像、多目的ホール、公衆便所。2階は屋台を見られるギャラリーとなっている、八坂神社五祭礼で、屋台巡行をする五祭礼町20町の一つであるが、1991年現在は、参加していない。1872年に、 宮大区の山崎義作により作られた底抜けの本屋台を有している。長らく解体保存されてきたが、2015年の善光寺五階町を機に24年ぶりに組み立てられることとなり、屋台巡行の復活も計画されている。町内に公共交通機関は走っていないが、善光寺近辺を走る路線バスが利用できる。竹神社元吉町は、 善光寺を中心に広がる町。郵便番号は380-0851。周囲は以下の町町と接する。善光寺に山と善光寺境内と中店からなる町であり、町域のほとんどは善光寺、大本願、大漢人の敷地と宿坊、土産物店で占められる。1707年に善光寺本堂が現在地に移転する前の本堂敷地で、 道庭と呼ばれていた。移転後は、商人が集まり土産物をおる、仮天賀の木を連ねたが、本建築は禁じられていた。1871年の善光寺両廃止以降、本建築も次第に許されるようになり、1874年に、県庁の許可を得て、善光寺の地元の井から元吉町と命名した。詳細な歴史は、善光寺を参照。 地区内の人口及び世帯は、87世帯218人。八坂神社五祭礼で、屋台巡行をする五祭礼町20町の一つである。道庭から元吉町に名を改めた1874年から、参加。伊勢町から2001年に受け継いだ19、1919年製作の、白木造りの踊り屋台と底抜けの林屋台を有して、おり、二台一体で栄光される。 町内に公共交通機関は走っていないが、周辺を走る路線バスが利用できる。2004年までは六時蔵の裏手に川中島バスの全光寺前高停留所があった。1933年から長年ここ路線バスを走ってきたが、この停留所を経由するには途中で三道大バスが、 横切らなくてはならず、石畳の保全や参拝客の安全のため、2004年2月1日のダイヤ改正で、元吉町の外周を回るルートに変更されている。横沢町は、善光寺の西に広がる町。郵便番号は、380-0861。周囲は、以下の町町と接する。江戸時代には、 全光寺町の内大官人が治める、両御所前の一つであり、町年寄りの支配から独立していた。全光寺の関係者や職人が多く住んでいたという。全光寺祭門付近に土産物店があるほかは、歓声な住宅街である。地区内の人口及び世帯は、204世帯433人。八坂神社五祭礼で、 屋台巡行をする五歳霊町20町の一つであるが、現在は参加していない。1873年に作られた傘鉾10基を有していて、現在は長野市立博物館で保存されている。町内を走るアルピコ交通の以下の路線系統が利用できる。なお、全校寺周辺では、路線バスは時計回りの一方向運行のため、長野駅方面に向かう場合は、 善光寺を挟んで反対側の東の門町等に回る必要がある。横町は善光寺の南東にある町。郵便番号は380-0856。横町通りに沿った小さな町である。周囲は以下の町町と接する。江戸時代には善光寺町のうち町年寄りが収める八町の一つであった。枝町として東の門町を収めていた。 明治初期には五歳霊町の一つであったが、現在では外れている。江戸前期から明治10年代までは東横町、西横町に分かれていた。町名は南北方向の大門町に対して東西方向に交差することに由来するという。地区内の人口及び世帯は33世帯69人。町内に公共交通機関は走っていないが、 周辺を走る路線バスが利用できる。若松町は、新州大学教育学部の南東にある町。郵便番号は、380-0847。町の中央部を国道406号が、東西に横切る。周囲は、以下の町町町と接する。1897年に起立した町で、1898年から1965年には、 現在の若松町交番付近に長野市役所が1901年から1935年にはその隣に長野警察署が置かれていた。地区内の人口及び世帯は24世帯47人。町内に公共交通機関は走っていないが周辺を走る路線バスが利用できる。ありがとうございます。